はい、こんにちは、ちじちゃです。今回は、マスターランクのマムタルト素材で強化した、黄金の弓風豹を採用した装備をご紹介し、実戦もご覧いただきたいと思います。黄金の弓風豹のおかげで、ワールド以前のように弓でお手軽に火力が出せるようになりました。使用します武器は、黄金の弓風豹です。装備スキルに会心撃属性がついています。通常、会心攻撃が発生しても属性ダメージは変動しないんですが、会心撃属性がある状態で会心攻撃が発動すると、弓の属性ダメージが 1.35 倍になります。新会心撃属性の場合は 1.55 倍なので、それには随分見劣りはしますが、武器にそのままついているので、装備の幅がかなり広がります。ちなみに、会心撃属性と新会心撃属性は重複しません。また、覚醒弓では撃つことができなかった睡眠瓶が撃てるというのはかなりポイントが高いです。カスタム強化もパーツ強化も全て属性に全振りしています。一つ余っているところに防御を入れることも可能です。スキルです。シリーズスキルで新龍脈覚醒を採用しています。このシリーズスキルは、抜刀中、会心率が 40% 上昇し、属性値が150上昇する代わりに、攻撃するごとに自分がダメージを受けてしまいます。ただし、一定回数モンスターに攻撃を当てると、体力が一定値回復します。イメージ的に減った分返ってくる感じです。この会心率 40% 上昇、これがめちゃめちゃ強いんですよね。回避性能レベル5を採用しています。新龍脈覚醒のせいで持続的にダメージを食らってしまうので、モンスターの攻撃をこの回避性能レベル5で避けまくりましょうという構築です。回避性能レベル5があると無敵時間が12フレーム、約 0.4 秒あるので、モンスターの動きが分かっていれば大体安全に避けることができるかと思います。会心率は新龍脈覚醒で 40%。見切りで 40%、元の会心率が 10% なので 90% の確率で会心攻撃が発動します。この構成の強いところは、傷をつけなくても高確率で会心攻撃が発動するところです。弓は会心撃属性がないと火力が出しづらい武器なので、会心攻撃は必須なんですけど、高確率で会心攻撃を発動させるためには弱点特攻の発動が必須。つまり傷つけが必須だったんですよね。ただ弓は傷をつけるのに2回必要なので、手軽に高火力を出せたワールドの頃に比べると火力は変わらず恐ろしく高いんですが、手軽さは失われてしまったかなという印象でした。なんですけど、この黄金の弓が強化できるようになったおかげで、お手軽に高い火力が返ってきました。既存の覚醒弓との火力の違いをご覧いただきます。スキル構成の違いとしては、火力の部分はほぼ変わらないんですけど、今回ご紹介しております黄金弓は回避性能レベル5がついています。ただし、既存の覚醒弓装備は新回進撃属性なので、属性値が 1.55 倍になります。納刀中の属性値は20しか変わりません。なんですけど、抜刀するとこのように属性値が980になり、170違うようになります。それではダメージの違いを見ていきましょう。まずは既存の覚醒弓から。一番高いダメージが72ですね。ただ弱点特攻を採用しているので、この72は傷をつけていないと確定で出る数字ではありません。続きまして、今回ご紹介しております黄金の弓風豹です。剛射は3段強化の関係で1ダメージ下回っていますが、連射の方が2ダメージ上がっているので、火力は既存の火力特化の覚醒弓装備とトントンです。なんですけど、傷をつけないでもいいということと、回避性能レベル5まで盛れるので、快適性は段違いです。もちろん傷をつければ肉質は柔らかくなるので、つけれるタイミングではつけたいですけどね。もし 100% の会心率が欲しい場合は、回避性能レベル5をレベル4に落とし、通撃に変えると、肉質45以上の部位さえ攻撃できれば、会心率が 100% になります。通撃ではなく、挑戦者レベル1にするのも悪くはないですよね。私は安全を重視して、回避性能を選択しました。鳥海神レベル3はおまけでついてきます。弓の攻撃はモーション値が低いこともあり、属性がメインになるので背身攻撃の物理倍率を上げる鳥海神は効果は薄いんですが、ないよりはダメージは出ます。体術はレベル2にしています。チャージステップを使う場合のスタミナの消費量なんですが、猫飯の猫の体術と競争薬を使った場合は体術レベル2以降はいくら体術のレベルを上げてもチャージステップのスタミナの消費量は変わらないんですよね。なので猫の体術と競争薬をマストで使う私は体術はレベル2で止めています。ただ例えば猫飯か競争薬かのどちらかを食べない場合は体術レベル4が最低値になり、どちらも使用しないという場合は体術レベル5になります。なのでこれ以上スタミナを楽にしたいという場合は回避性能を落としてスタミナ急速回復をレベル3にするか、狩猟部へのフレンドを呼んでスタミナ上限突破の強力を吹いてもらうのがいいんじゃないかなと思います。弓のため段階解放です。このスキルは弓のため段階が1段階増えるというスキルなんですが、モンスターハンターワールドアイスボーンではどの弓でも最大ため段階がレベル3なので、このスキルがあると最大のため段階がレベル4になります。ため段階レベル3だと号車の時扇形に広がって出る拡散やあの数が5本で属性倍率が 1.0 倍なんですが、最大ため段階がレベル4になると拡散矢の本数が6本に増え、さらに属性倍率が 1.1 倍になるので全然ダメージが変わってくるんですよね。脚色なしに世界が変わるので、弓を使うのであればこのスキルは必須と言っていいと思います。ただね、このスキルを発動させるための供給樹が結構レアなんですよね。ないならないで運用もできなくはないんですが、ダメージが約 30% カットされちゃう上に立ち回りも変わってくるんで、なくても大丈夫ですよとは心苦しいんですが言えません。武器種によっては必須な装飾品は存在してしまうので、これは仕方ないことなんですよね。イベントクエストや歴戦の調査クエストを周回して頑張って出していただければと思います。装飾品の出現確率に関しましては以前動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。装飾品です。供給樹は必須です。その他の装飾品は付け替えることができます。供給樹以外の装飾品はレアなもの、そんなにないとは思うんですけど、もし足りないという場合は回避早期の順で外していただいて調整いただければと思います。重ね着です。ムフェと一式なのできっちり全体的に変えてます。後ろ姿がセクシー。それでは実戦です。特殊闘技場のブラキディオスに試し撃ちしていきたいと思います。まずは鬼人役グレード。弓ってモーション値が低いので物理ダメージ出づらいんですけど、手数が多いんで1ダメージ変わると最終ダメージ結構変わってくるんですよね。強撃便もあるんでそこら辺のダメージは倍々で変わってきます。なのでバフは盛れるだけ盛った方が最終的に楽に戦いやすいんじゃないかなと思います。石ころ取って瓶をセットするのを忘れた。セット。まずは壁ドンから。よいしょ。壁ドン。ブラキディオスの弾の物理肉質なんですけど、一番柔らかいのが尻尾で50で、次に頭が45、前足が35です。おっと間違えた。おいしょ。で氷属性の肉質が前足が30で頭が20、尻尾が15になってます。よっと。いくら弓が属性武器とはいえ弾の物理肉質が20変わるとやっぱりダメージの出が変わってくるんですよね。なんですけど、よっと無理にね頭や尻尾を狙わなくてよくなったので、よっと立ち回り的には非常に楽です。よいしょ。いやー、やっぱり傷をつけなくていいっていうのはめちゃめちゃに楽ですねこれ。おいしょ。ひたすら気にせず攻撃をしていくだけで、おっとブラキディオスにねダメージが入っていくので、いやー、ワールドの弓がついに帰ってきたかという感じです。よっと。もちろんね傷をつけた方が肉質自体は柔らかくなるんで、よっとダメージの通りは良くなるんですが、しなくてもいいという選択肢が取れるのが強いなと思います。よいしょ、ほい。過去作だとね、ブラキディオスの尻尾に全部の核酸矢を入れるのってかなり難しかったんですけどね。よっと、ジョジョブラキとかだったらできたんですけど、今作は全弾尻尾に入れやすいんで、それはかなり楽かと思います。よいしょ、スリンガーちょうだい。はい、あとやっぱり睡眠瓶は強いですよね、この仕様で。壁ドンでね、よっとダメージがかなり稼げるこの仕様での睡眠瓶はマジで強いと思います。474雪撃瓶、ほい、よいしょ。遠いかな、よいしょ、クラッチ、はい、傷を入れて先行、よいしょ、オッケー。本当に一方的に戦えるんでいいですよね。ただね、体力ゲージ見てください。こうやってやっぱり落ちていくので、もしかすったらこの赤いゲージがね、おっとほら削れちゃうので、これは本当に気をつけて戦わなきゃいけないところかなとは思います。よいしょ、はい、よいしょ、オッケー、 V 破壊、スタン入るかな。よっと、この曲者に関してはソロだとね、よっとスタン値が低いのでなしじゃないんですけど、マルチプレイで使うとあんまりやつは活躍できないので、この曲者は基本的にはソロプレイの時だけ使う方がいいと思います。よっと、よいし、はい、傷の延長、よいしょ。いやー快適ですね、スリンガー拾おう。よいしょ、あっちょそんな、よし、スリンガー粘着石、これ頭にぶっぱしたらスタン取れそうだな。うい、怒りが収まらないかしら。ナイス、はい、お手軽すぎる。よいしょ、ちょっと遠い、今度こっちも使おう。うい、やっぱ回生の方だと避けやすいですね。ほい、特にアイスボーンからフレーム回避じゃないと避けづらいモンスターの攻撃が増えてるので、よっとこの回避性能5はかなり有用だと思います。ほい、お疲れ様です。いやー強いわ、強い。傷を入れなくてもいいっていうのは大きなメリットかと思いますので、ぜひぜひ皆さんもこちらの弓を作成して使ってみてください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。